私たちはアミンチュを応援しています。見たよ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 、かいつぶり。来たよ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 、僕の街。六時四十分だよ。知ったかぶり、かいつぶりニュース。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。安のおっさん屋台やんや傑作選。この冬も数々の珍場面がありました。よりぬきの面白シーンを一気にどうぞ。安のおっさん焼き。じゃじゃーん、来たねー。来ましたね。今年もとうとう、はい、おいしいの持ってきたよね。そうです、今年も新作持ってきました。いくよ、はい、その名も題して X チョコレート。 X 違う、惜しい惜しいんす惜しいんすよね。 Y チョコレート違う、もうちょい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 。戻らなかったダブルのが前やったよ。あ、そうです、あ、言っちゃいました。もうなんか恥ずかしいことバレたな、はい、いや、ダブルチョコレートーダブルチョコレートでー。やすおっさんやきー。ガオじゃじゃん。なんか怖い顔の人の前でわしは立ってるな、これすごいですね、これ見て、あれ眉毛、わしの眉毛と全然違うで。ああ、トーテンポール、いや、似てますけど違うです。 あの、二条盆っていうらしいですけど。二条盆って何なの。二条盆あれか、あの、はい、わし知ってる人、あの毎年ほら、あの、お菓子いっぱい買うてやな、はい、ほんで、なんかお盆にさ、みんなで食べて、子供ら集まって、楽しいな、あれ。ちょっとちゃいますね。それは地蔵盆ですね。丁寧に言ってくれて、はい、ありがとう。これ。やすおおっさんやき。はい。今日はどこに来たんかいな。今日はですね、甲賀市の甲賀町の油碑というところに。はい、油井神社知ってるで、これ大河ドラマの撮影とかでも使われてるかな。はい、そうですそうです。あ、今日ここから出発すんの。はい、ここから出発してぐるっと街中行きます。なるほどな、はい、だけど、あの、早出発点と暗なったらちょっと油井坂へ。寒いですけど、今日も絶好調。寒いのわしの今のダジャレが寒いってんの。いや、ほんなことないです。今、心は温くなりました。全然笑い声聞こえへんかったから、みんな温まってないかな。ダジャレ聞こえてた？わ、わ、あ、ダジャレ聞こえてた？あ、よかった。あれ聞こえて、あれ言うことはわしの実力不足いうことやな。いや、あったかい声援がありそう。やすおおっさんやき。みんな今年はどうやった？ざっくりしたこと聞きますね。聞くよ。アンギャに始まり、屋台で終わると人生薄っ。いや、もうでもあっという間でしたね、もう今年もね。いや、楽しかったです。親父の言うことやから。あらぽんはどうやった。いや、もう僕今年初めて参加させてもらったので。話長そうやわ。ええことが聞けそうなくらいの。やすおっさんやき。さて、今日はどこに来たんかいな。森山市杉江町の小津神社に今日は来ております。小津神社で、はい、それからちょっとな、わし小津とこう、あの、おとなしいにしてんねやけども。やすおっさんやき。
よきどき読めへんわな、これな。そうですね、難しいですね。うん、わしらの頃は昔はトランシーバーのことをウォーキートーキー言っとったんやけどな。あー、だいぶ昔ですね。よきどきとも違うな。やっほー、おっさんやき。今日はでもちょっとあれやね、寒さも和らいだ感じするな。ちょっとずつ、はい、マシになってってるのかもしれない。春になってきてるから8度とか9度ぐらいやったと思う。でもちょっとくちばしのところがこうちょっとくすんくすんしてるから、こう花粉が寄ってきてんのかな。あー、もうその季節かもしれないって言うてたら、もう一回寒いの来るやろ。寒の戻りってやつです。なんか知ったようなこと言うだろ、寒の戻りとか言って寒が鈍いくせに。やっほー、おっさんやき。まあ、これ公民館な、ここ駐車場おかしいもんで、はい、かわいいグラウンドもあるから、左側には。ほんまや、トラックありますね。走れますね。今日ちょっと最近暖かかったけど、はい、ちょっと寒かったんで、はい、お二人どっちが早いか走ってきたぞ。今からですか。よーい、スタート。お前ほんまに火くれ、火くれる。タックル行かなあかんねん、タックル。走らんとこ思て、インコースからやったらまだいけるで。タックル、ズルしたあかん。あ、もうずるいわ、おっさんやわ、汚れた大人や。何口もよく。いやー、疲れました。それ演技ちゃうやん、まともにサボろう思ってるからな。そうね。うん、いや、イヤッペになりました。うん、ほら見てみ、あ、もう上級やから息も切れてへんから。僕ちょっと今のくるっと小回りしただけでちょっとしんどい。ああ、おたくズキンも出れなくなってる。ヤスのおっさん屋台傑作戦、次回に続きます。ドローン釣り針。ドローン釣り堀やってみた。あ、ここだ、 B サイドさん。ここにね、ディアコドローンウォーカーさんの代表の方がいるって聞いてんだよね。今日はね、面白いドローンの使い方を教えてもらいに来たんだよな。ちょっと行ってみようかな。ヤコドローンウォーカーさんはドローンで滋賀を盛り上げようという団体さんなんだよね。あ、ここだよね。こんにちは。琵琶湖ドローンウォーカー代表の永田さん。あー、いらっしゃい。あー、永田代表、今回はありがとうございます。本当にもう、いらっしゃい。ドローンを見せてもらおう。お話にあった、はい、面白いドローン。そうです。これですか。これがそうです。これ小さいですね。そうなんです。これトイドローンって言ってですね、はい、いろんな遊びができる、いろんな可能性のある。トイドローンの魅力って。本来はドローンっていうのは航空法とかいろんな規制がかかるんですけれども、うん、はいはい、これはそういう規制がかからなくて、こういって部屋の中とかでも飛ばしても大丈夫というドローンです。永田代表、今このドローンがお部屋の中で飛ぶんですか。そうです。ちょっと、いっぺんやってもらってもらいいですか。よし、やってみましょう。ドローン飛ばしてみた。じゃあ行くよ、はい。おお、すごい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 、おお、すごい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 。戻っておいで。これ戻ってくることもできるんですか。よー、あ、できたできた。あ、すごいすごい。帰っておいで。ドローンで遊ぼう。これなんかブランブランしてて、はい、なんかついてますね。ついてますね。これは何ですか。これ実はですね、磁石がついてるんですよ。あ、磁石。はい、ここにある、うん、お菓子を釣ってもらいます。はい、あ、そうか。クリップは鉄でできているんで、うん、磁石がパチッとついてピュッと引いて、ここに磁石がついてるの。でね、このお菓子をこの磁石が、あら、くっついたね。手を離すよ。
ほら、つながりました。で、代表、これをドローンが持ち上げられるんですか？そうです、ドローンがビューンと来て、ここでピューッと吸って、ほいと持ち上げて、はい、取ったものは全部持って帰っていいです。面白いなぁ。ドローン釣り乗り、面白くない？面白い、いいね、面白い。これ面白いね。うん。お菓子とかゲームとかおもちゃとかをどれでも好きなものを取り上げれるかどうかね。いっぺん代表ちょっと僕にやらせてもらっていいですか？え、できるかな初めてだもんね。ドローン釣り堀やってみた。これを習得するのになんか学校通ったりとかそんなのもいらない、うん、一応個人で教えてもらって、うん、操作さえ分かれば室内で軽く飛ばすぐらいはすぐできます。でもね、僕でもできるかもな。安全だけ気をつけてやってください。はい、はい、で、これがコントローラー、はい、プロポと言います。プロポ、はい、うん、横はこれピューってやると横にピューって動きます。こっちやったらこっち行って、はい、こっちやったらこっちですね、はい、で、こっちは横にやったらピューっと回る。ああ、旋回しちゃうってこと。はい、なるほど。それでは挑戦。じゃあ行くよ。ほいたいたいた。これ後ろに下がったんだ今。え、右に行った。で、下に下げた。右に下げた。右に行った。下げた。ああ。こっちに戻した。バックした。もうちょっと上。ちょっと上げる。もうちょっと上げ。もうちょっと上に上げる？ここから、ここから下げろ。もうちょっとバック。あ、バック。落ちた。止まったってこと？くじけず2回目。あります。スタートするよ。あ、ちょうどいいんじゃない？バック。これ下げてる。入った。反対向いた。でもね、あのみんなね、多分これね、そんな難しくないと思う。だって僕初めてだからね。初めてだけどね、これね、ほら浮かぶんだよね。そして下げる。あ後ろに下げる。もうちょっと上げる。ちょっと上げて戻すね。ちょっとだけバック。バック。あ、これ下げるな。どうなるドローン釣り堀チャレンジ、次回に続きます。あと変わればいいペスト、時が終わるより先に素敵なお嫁さんになれるから。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。見逃し配信やってるよ、 YouTube で見てね。